コンビニで読みよう人がいますよ。なんか佐々木さんやん。何やってんの？釣りニュース読んでます。好きね釣り。はい。おはようございます。おはよう。このホゲよう見ますね。これ真っ赤で何読んでんな。また今日も釣りすぎメンバーにまた人が入ってくるなんか今日はちょっと違うよ。でも前の風景が違いますね。さあ今日のお客様は誰でしょう。おわ、来た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 。釣りミニマニモさんから来ましたよ。2人美人2人ですよ。あ、ナオミちゃんや。ナオミちゃん特産坊やもん。俺特産坊や。釣り移籍しましたもんね。はい。偉いね、自分で準備して。なるとは言わんけど、理由つけてって言ったんですよ。これってどこに結ぶんですか？あ、もうちっちゃいの。リーナちゃん、そんな初心者みたいなこと言って。おー、そのしないふりしてから。どうせ俺より釣る気やろ。シーブス初めてです。私も。ミカさんも。はい。初めまして。初めまして。すごいね、笑顔が100万ドルの笑顔やね。褒め方が古い。いや、メイさん、はいはいはい、今日は飲めますように撮ってくださいね。いつも普通に撮ってるんですけどね。いつもなんか下からこう上に舐めますよね。さあ、リナちゃん、リナちゃん着いたよ、リナちゃん。はい、あ、今日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。なんで来たの？あ、今日ミカちゃんに乗せてもらってきました。あ、なるほど、その車の方ね。ヨメさんも久しぶりじゃないですか。車で来ました。動画見て釣りたかったんですよね。あ、動画見てね。動画見て。ありがとうございます、ご視聴。どっちの方向に投げたらいいんですか？船はね、こう今流れよくね、こっちに投げるとバイブレーションの引き抵抗が増える。じゃああっちに投げた方がいい。ただ引き抵抗が軽い。ただ巻きスピードを変えていかないといけない。巻きスピード、こう船、向こうは船がこう行きよけて巻きをちょっと速くしないといけない。頑張ります。いいね、花がありますね。花がですね。さあ先にバラすのはどっち？じゃあ投げます。始球式ってやつですね。はい。あ、優しいね、投げ方が。もう慣れてるね、やっぱりね、釣りばっかりしようけんね。動画見よったらみかちゃんも投げた。世の中にこんなに釣りがあるがおるもんだろうかっていうぐらいおるね最近増えてますね。なんでリナちゃんはそんな初心者みたいな喋り方してるの今日は。ちょっとぶってますよね。ぶっとうよね。ポチャンって言ったの。ポチャンって言った方に全部投げるじゃね、やっぱりね。ミカさんは釣り好きどう？やっぱ、はい、大好きです。下手ですけど。下手には見えんやったよ、動画で見ておくれる。本当ですか？チャリンコでもう猛ダッシュしてからなんか島を渡っていくの見たよ。それリナさんです。そっか。我先に自転車でからね、釣りに行こうという。あ、来た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 。ほら来た来た来た。お、早い早い。やっぱ割れたかも。ああ。どう？お、来た来た来た。お、来た。なにこれ？お、すげえ、フグだフグだ。さすがミカちゃん、やるね。一番最初にフグ、縁起がいいね。そうなんですか。がっつり触るね。握り締めとるね。はい、バイバイ。いいね。ミカちゃん初めてのリリース。あ、いい。でもそのあたりが分かるならまあまあまあ大丈夫でしょうね。いいですね。じゃあもう舐めますように上から下まで。初めてでしたからね。そんな舐め回すに取りようけないでよ俺。勝手にカメラがめっちゃ反ってる。先だけで鈴木を狙ってます。あ、いいね、その古典的なギャグ。あ、これ来とう？来とう？いや来てないね、それ。やばい、ミカちゃん今日来てきた先うまいね。だよ、釣りすぎメンバーから来ましたよ、ほら。かっこいいよ、かっこいいよ。すごい、すごい、すごい。ちょっと、ヨメさん、ほら、笑って、笑って。笑う。そうそう、笑顔よ、笑顔。さ、中に入れるもんなんですか？バラすよ、ビヨ。優しいな、優しいよ。おー、来た。やっちゃおうかな。お、来た、来た、来た。うー、暴れ出したよ。ちょっと。おお、きた来ました、来ました。そうそう、すいません。ああ、佐々木ちゃめ。せよ、本音が出たよ、本音が。すごい。朝一発目です。
44平米が釣り上げました。ほらすごいすごい言われるよ。なんかもっと言ったよ。上から撮影でやりたいというのは、おおおめでとうございます。あ、りなちゃん届かなきゃやったっけ。りなちゃん舐め回すよ。舐め回すよ。りなちゃん釣ってよ、釣ってよ。頑張ります。そのバイブレーションはどうしたと、はい、これですか、うん、これ買ってきました。りなさんと一緒にキャスティング行って、2人で仲良く、バイブと鉄板バイブと1個ずつ持っとったらいいよねって言って買った後にレジ、わー来たよ、また横で、ほら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 。マジで、だいたいお客さんのこと考えんけんね、あんまりね。うちの44英米は。おお、目の前で跳ねたよ。おアトラクションみたいな、そうそうそう、すごーい。そう、わざとあれジャンプさせようけんね、目の前で。俺やったらバラしたいね。もうそこで抜いてます。うわー、うわ、やる、うわ、大きくなった、大きくなった。いきなりサイズがえらいアップしましたね。いけるじゃないの、これ、いけるじゃないの。これはいいですね。いいね、クローンいけるじゃないと。ドローンやったら間違った。いやー、いいですね。おっ、しっかり返ってこの好きですね、レインボーのバイブレーション。派手やったら何でもいいでしょ。そうです、もう派手やったら何でもいい。派手なのに変えた方がいいのかな。ほらほら、みんなが洗脳されてきよう。おーって、スローモーションやないんですよ。うでかー、44エベ44です。調子こいてきたもんね。ねーちゃん、ねーちゃん頑張るよ。頑張ります、頑張ります。ありがとうございます。お、塩から釣れるバイブレーションをいただきました。アイテム1個ゲット。んポロシャツ、あー、秘密基地ポロシャツ。あ、秘密基地ポロシャツね。はい、そうなんです。作りようの自分たちで。作ってます。すごいね、いつもなんかみんなカラーが違うけどね。バイクの理由と来たら作って。あ、バイクとかも乗るぞ。バイクも乗ってました。何乗りよったと。え、レースのやつ、NSR50。 あ、マジで。はい、ちっこいのにツーストでビービー言わして。そうそう、全然想像がつかんない。ツーストでビービー言わせるっちゃろ。ツーストでビービー大事で膝出して。あ、そうそうそう、もうあれ、ハングオンした時めっちゃ気持ちいいんですよ。ハングオンとか出てくるっちゃ、ハングオンとか。わぁ、ほんとや。うわぁ、おー、触らやね、今、触らやね。うおーって、めっちゃ可愛い、それ。可愛いね。すごいね。アップのイルカみたいにするんだよ。なるほど。これで釣りミニマにも渡せます。なるほど。はい。なんかタイルバの延長みたいな感じで。ああ、しゃべるね、本当。一定のスピードで早まってくる。そう。もう噴火したように喋るけんね、ちょっと言ったらね。いいね。いいな。私もその余裕が欲しい。君たちが釣らないとさ、俺が釣っても叱られるだけなのに。え、楽しい船の上。やっぱり釣りって、いい、釣れたら焦げになるけんね。40ヘビさんですね。先に釣らしちゃいかんもん。そうそう、どうしたんですか、その頭は。サラリーマンみたいな頭になっちゃう。風が強くて。サラリーマンみたいな頭して。来たよ。あ、来た。来たよ、ほら。あ、フグ。隣ではフグを釣っております。可愛らしいと。おーおーおお、来たじゃん。でかいじゃないこれまた。お、来て、でかいじゃないこれ。おお。やりますね、やりますね、がっつりやる。お、これでかいじゃない。おー、来た。ちょっと調子こいたでしょ、今調子こいたでしょ、今調子乗っちゃって、ジャガタケンって外したでしょ、また調子乗っちゃって。ちゃんと上げてくださいよ。ちょっと女性の前で格好つけすぎやないですか。いや、かっこいいね。かっこいいね。かっこいい。今日夜空いてる。お、来た。あ、割れた。ほらほら、下におるよ。ゆっかーっとおるよ。ボラボラ、いや、ボラじゃないよ、これ完全にシーバスやったね。今、ランカー行ってたかもしれないよ。完全にでしたね、今。完全やったね、今ね。今ね、寝がかったんかな。いやいや、今みたいな感じよ。おわーっと、ちょっと、あとちょっと頑張れ、頑張れ。夢中になっております、シーバスに。
呪われておりますと。いやいや、そえ、めっちゃ重いんですけど、なんで負けない、負けないけど、なんで巻いてみ、巻いてみ、わかりますよ。魚が来ないで。うわー、来た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 、おー、ちちちいいよ、ちちちいいよ、締めていいよ、締めていいよ、ゆっくりゆっくりゆっくり落ち着いてね、落ち着いてね。なんか釣りじゃない、なんか釣り以外になんかシーンとかあると思う。違う、出そうよ、出そうよ。頑張れ佐々木、頑張れ佐々木、頑張れ佐々木、頑張る、頑張るよ、置き方よ、置き方よ、おお、置き方よ。なんか、なんかいっちゃってる。いや、おお、これはでかい、顔見えたよ、でかい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 。おお、だいぶ色が落ちてきましたね、落ちてきたっていうのかな。